大江光は日本のスノーボード選手。富山県富山市出身。留国富山高等学校卒業後、ランプジャックスノーボードクラブ所属。身長155センチメートル、体重50キログラム、ハーフパイプに出場。小学校1年の時にスノーボードを始め、2010年の全日本選手権で3位。2011年の全日本選手権で優勝。 4月の流国富山高校1年の時にイタリアで行われたジュニア世界選手権で2位になり2012年1月のオーストリアのユースオリンピックで優勝機械体操のトレーニングを積み富山県大会で優勝経験も持つ2013年の全日本選手権で2位になりこのシーズンの2014年2月のストーンハムのスノーボードワールドカップで3位になりはずの ワールドカップ表彰台に上がった。2015から16年シーズン8月末の開幕戦のカードローナのワールドカップで2位になった。2016年1月、ワールドスノーボードツアーのエリート大会の一つスイスのラークスで行われたラークスオープンに予選が免除される招待選手として出場、準決勝を2位で通過し決勝では3本目で3位につけた。 2月の XGames のオセロ大会に初招待されごい。ありがとうございます。